雪がないわね、ゆっくり霊夢です。去年は積もってた記憶あるな、ゆっくりマリサだぜ。うぷ主カエル枕代理、ゆっくりパチュリーよ。前回水上に乗って水上に来たけど、上越線で折り返すわけじゃなさそうね。こっちはバス乗り場か。お察しの通り、水上からはバスで上毛高原に向かうわよ。え、それなりに遠くない？同じ構成で帰っても面白くないでしょ。こういうルートもあるってことか。始発じゃなくて谷川だけロープウェイからやってきたみたいね。あの土合駅も経由してるのね。なんとか座れそうなので。ご覧の通り満員ね。みんな新幹線でさっさと移動したいのかな。さて、上毛高原まで約30分といったところかしら。ちょっと調べたけど、一応上毛高原での新幹線接続は考慮されているみたい。一旦逆方向に向かってんな。本日は関越交通バスにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。このバスは上毛高原行き行きでございます。次は大島でございます。Thank you for using the Kanetsu Kotsu bus today. This is the bus down for 上毛高原駅。Next stop is 大島。電車台広場のデモ1とご対面ね。こんな形で紹介することになろうとは。単に通過するか年末にしか来ないしな。まともに降りねえじゃん。最初の交差点を左折すると利根川がお出迎えね。これから利根川や上越線とくんずほぐれつしながら上毛高原を目指していくわ。この交差点を左折して国道291号に入るので。しばらくは国道291号を走行するわね。最初の足間バス停はスルー。足間通過します。次は松の井入り口でございます。源泉井の宿松の井へおいでのお客様はこちらでお降りください。 Next stop is 松の井入り口。松の井って地名かと思ったら温泉宿だったんだな。今看板が見えたわね。でも今回は用なし。次は観光会館前へでございます。 Next stop is 観光会館前。皆様毎度ご乗車ありがとうございます。お降りの方はブザーでお知らせください。またお降りの際はバスが止まるまでは席を立ったり手すりやつり革から手を離さないようご注意ください。 Thank you for always riding this bus. Passengers getting off the bus, please inform the driver by pushing the buzzer. Also, please do not leave your seat or release it. 下り坂入っております。急なブレーキにご注意ください。さすがに水上温泉では降りるお客がいたようね。電車から見ると近いような感じしたけど、ぐるっとこうやって回ってくのか。はい、お待たせしました。ご乗車ありがとうございます。次は小学校下でございます。次止まります。小学校下、皆様降りたバスのすぐ前やすぐ後ろの横断は非常に危険です。道路は右と左の安全をよく確かめて正しく横断いたしましょう。次止まります。そのため扉が開いてから席をお立ち願います。こうして見ると地モッティにもそれなりに利用されているのね。生活の足としても機能してるので。まもなく小学校下です。扉が開くまでそのままでお待ちください。
この上に子供園はあるけど小学校は見当たらなかったわ。施設を再利用したのかも。詳細はよくわからんかったのぜ。はい、お待たせしました。次は川上入り口、川上入り口でございます。 Next stop is 川上入り口。お客様にお願いいたします。バスが動いているときは危ないですから、席を取らないようご注意ください。また、両替はお降りの際、バスが止まってからお願いいたします。An announcement to our passengers. For your own safety, please remain seated while the bus is in motion. Also, please use the coin converter only when the bus is not moving. 川上入口通過します。次は諏訪神社前、諏訪神社前でございます。 Next stop is 諏訪神社前。そこの川上交差点を直進して国道とはお別れね。左折したら諏訪橋大橋があるのぜ。今度は県道61号とお付き合いね。徐行し始めたな。降りるお客いないのに。時刻表に記載された時刻からは当然のように遅れているのにね。新幹線に間に合えば何でもいいわよ。もっとも切符を買うのはこれからだけど。おいおい大丈夫かよ。最悪1時間待ちぼうけかしらね。諏訪神社前通過します。上司橋、次、止まります。車内事故防止のため、扉が開いてから席をお立ち願います。上司橋停車します。当初水上からじゃなくて五感まで上越線で移動してからバスに乗ろうと思っていたからね。じゃあこれは予定外の工程か。調べたところ水上経由の方がバスの運賃は高いけど五感経由より一つ前の新幹線に乗れることが分かったからね。五感経由の方が距離自体は短いけど上越線やバスの本数があれなのね。当然水上経由の方がバスの運賃は高いからピッピッなるたびにうつ主はおどおどしているわ。実は現金自体野口さんお一人だけしかいないのぜ。まもなく上司橋です。扉が開くまでそのままで待ちください。上司橋という橋自体はこの先にあるわよ。次は高日向、高日向でございます。今渡ってるのが調子橋だな。下は当然トレ川よ。急ブレーキをかけることもありますのでご注意願います。 We are driving safely, but その先で上越線とランデブー。さっきも言った通り上越線と交わりつつ並走する形になるわね。高日向通過します。高日向下、高日向下でございます。 Next stop is 高日向下。たまにはバスの旅もおつなもんだぜ。廃線やらでバスでしか行けないとこもあるからねー。うぷ主は昔西都の城から渋谷線の代替バスで渋谷まで行ってそこから日南線に乗っていたわ。単に日南線で折り返すのも退屈って思ってたんだな。高日向市も通過します。次は上目上、上目上でございます。 Next stop is 上目上。 IC カードをご利用の方にお願いいたします。割引等をご利用の方は降車時にタッチする前にお申し付けください。車内ではオートチャージされませんので、残額不足の際は全員札でのチャージが必要です。へえ、上目は通るのか。確か上目駅も通るわよね。しかしめっきり降車するお客がいなくなったわね。これ以降乗ってくるお客も新幹線だろ。この先でまた並走している上越線と降車するわね。徐行してんな。降りるお客はいなくても乗ってくるお客はいたようね。次は両日、両日でございます。 Next stop is 両日。動きと書いて読みは道義なのね。見つきじゃないからな。もうすぐ午後4時だからだいぶ日も落ちてきたわね。道義と書きます。次は上目駅前、電車だと水上の隣の上目だけどバスだと15分以上もかかるので、次止まります。上目駅前停車します。扉開いてから席を立ちください。
上目駅前だけど駅はどこ？左側だけどとてもじゃないけど込み込みで撮影できないわ。と確認、私たちの整理券は9番だから次までは660円か。カルチャーセンター前、通過します。次は、キヨネでございます。 Next stop is キヨネ。皆様、毎度ご乗車ありがとうございます。お降りの方は、ブザーでお知らせください。また、お降りの際は、バスが止まるまでは席を立ったり、手すりやつり革から手を離さないようご注意ください。Thank you for always riding this bus. Passengers getting off the bus, please inform the driver by pushing the buzzer. Also, please do not leave your seat or release hand straps or rails until the bus comes to a complete stop.次は小松でございます。 Next stop is 小松。 IC カードをこの先カードが続きます。利根川にとってくねくねしてっから乗り物酔いする人は大丈夫かな。少なくともうつ主はぐったり吐くのでお酒飲みながら笑っていられるから平気よね。まあ体質は人それぞれね。社長、字が違うので。社長は宮地ね。こちらは宮地だな。城南電機懐かしい。またまた上越線と交差するわ。右側に行ったってことは最低あと一度は交わるな。関越自動車道と交差するのは最初で最後かしらね。今度は高速バスで関越を我が物顔でカッポするので。宮地通過します。次は津和橋でございます。 Next stop is 津和橋。これが最後の上越線との合いびきかしらね。いい加減にしに行かないと新幹線と合流できないな。津和橋通過します。ここを右折して県道61号とサラダバーよ。さっきのバス停が諏訪橋だったからこの橋がそうなのぜ。残念だけどこれは矢部橋っていうのよ。すぐ近くには矢部遺跡という縄文時代末期の史跡があるわ。ほんと角手鎮がいたのかな。末期だからもう縦穴式住居がある頃ね。原作版のワイルドな父ちゃんいなかったか。県道61号とサラダバーした後はひたすら山道を登って上毛高原駅を目指すわね。新幹線にも十分間に合いそうだな。よほど混雑しなければ問題ないでしょ。そもそもこんなど田舎で混雑するわけないじゃない。お前的作りすぎると後でしっぺ返し食うぞ。ご乗車お疲れ様でした。まもなく終点上毛高原駅に到着します。毎度関越交通バスをご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご乗車お待ちしております。降りの際はお忘れ物落とし物ございませんようご注意ください。バス停到着後扉が開くまでそのままでお待ちください。整理券番号確認の上お支払い願います。次の上りの新幹線16時16分となっております。時間十分ございます。慌てずゆっくり通りください。十分そこそこあるわね。券売機が長蛇の列なら終わりだな。大丈夫でしょ。根拠はないけど。ひとまず無事到着なのぜ。降りたらちゃっちゃと特急券買わないとね。やみ。
空いてるから余裕だな。無事自由席を大宮までゲット。新宿出るなら大宮で降りてもそう時間的に変わりないしね。五感からバスだと一つ後のあれだったのか。なんでや阪神関係ないやろ。そのトラウマは去年乗り越えたわよ。ちなみに上越線で折り返した場合と比べて新宿着が1時間ほど早くなるわね。それを高いかどう見るか。まあここまで来たらリクライニングでのんびりしましょう。この谷川は東京まで各駅に停車するわね。谷川って小玉みたいなもんだろ。各駅停車じゃないのぜ。いつもの本庄は手田や熊谷は一部谷川に無視されるわ。いざキャバクラ。谷川だからガラガラね。時だったら混んでいたかもしれないわね。これはスキー客が帰るとこにはぶつかってなさそうだな。普通車でもヘッドレストとコンセントが標準装備だから太っ腹ねー。ぼちゃ叩き出すわよ。それじゃ最新鋭の新幹線で群馬脱出しましょうか。最新鋭といってもデビューからもうすぐ10年経つけどね。上越新幹線デビューからは5年だっけな。まずは中山トンネルにダイブして。続けて春名トンネルにいんなのぜ。この区間で吾妻線と交差するけど暗くてわからないわね。今日も日が暮れるのね。暗くて怖い闇が訪れるけど日はまた昇るわよ。それこそ誰にでも平等にね。何当たり前のことをもっともらしく言ってるのぜ。北陸新幹線と合流して一緒に高崎に向かうわね。ちなみにここで降りたらどうなるのぜ。確か五感からバス経由のルートと同じになったと思うわ。それは大宮でってことね。群馬のショート高崎だぜ。だるまに支配された町ね。よく考えたら私たちおまんじゅうもだるまも似たようなものよね。じゃあ実質おまんじゅうが支配していると言っても過言じゃないわね。だるまに手足はなくても体はあるけどおまんじゅうには体もないぞ。気がついたら早稲田大学埼玉支所に到着したわ。駅開業前の高架の側壁がほぼ残ってるわね。高架の外側に副本線とホームをマシマシしたんだったな。なんだかそこそこ高いビルが散見されるわね。埼玉は北部で最大の規模を誇る地方都市熊谷ね。そういえば熊谷からずっと窓の外に張り付いて何か探してるようだけどどうしたの？鬼の形相で見つめてたのぜ。あらやだ。まあそれは時期にわかるわよ。このお天気ならね。あれかな？わけわからんな。ひときわ高いあの山はまごうことなきツンデレ峰。昼に見てみたかったな。いつも下りは反対側に座っていたから見れていなかったのよね。たまにはルーチンと違ったことしてみるのぜ。お名残惜しいけどここから先は時短効果も薄いから降りましょう降りましょう。特に今回みたいに短距離乗車だと東京まで行くと相対的に高くつくしねえ。さてどうする？12分発でそのまま新宿でいいじゃない。これが最後の乗り換えね。2023年最後の乗車電はいつもの顔か。来年もお世話になるわね。編集時にはとっくにね。ご乗車ありがとうございます。この列車は浦和赤羽
が。真っ黒クロスケだから全カット。まあロング出し込んでたしな。それじゃ早く帰って編集しましょ。虫広める、どうせ酒だろ。今回の動画は以上となります。上越線往復では芸がありませんのでね。動画内で触れた通り、最初は一番物理的に近かった五感から試そうと思っておりました。いやー、下調べは大事ですね。さて今回の動画が2023年最後の素材となります。次回は2024年一発目の旅となります。チャンネル登録の上ご覧いただければと思います。2024年もまだまだ暴れますよ。ご視聴ありがとうございました。